およそ半数の選手が生き残っているようです。みんな優勝目指して頑張っていますね。まもなく大詰めを迎えます。ショートロフィーは誰の手に渡るのでしょうか。最も緊張する時間帯ですね。現在残り3枚です。さすがのリコちゃんもドキドキしてきました。
り2名となりました。直接対決です。この状況で広告を導入するなんて絶対に NG ですからね。